おはようゴンザレス、パラレルです。さあ、今日はヤクルトの2018年トレーディングミニ色紙を開けたいと思います。サインの封入率は本当低いんですが、まあお楽しみ程度に1ボックス買ってみました。金サインで狙いたいところは、山田選手ですね、やっぱり。あとは、そうですね。直筆サインは、坂口選手と、あと、廣岡選手、寺島選手、星選手、原樹里選手らへんを引ければなと思います。で、アイテムとしては面白いので、この色紙は。じゃあ行きましょう。13パック入ってます。じゃあ1枚目。お、原樹里ですね。サインなしです。じゃあ2枚目。次はサインかな。じゃあ、お、星の金箔サインが出ましたね。星と星の。いいですね。じゃあ3パック目。せーの、じゃん。お、吉典のサインなしが当たりましたよ。で、応募券が1枚入ってました。じゃあ4枚目。せーの、じゃん。お、雄平のサインなしが出ましたね。どんどんいきましょう。なんかまた出てきた。応募券が入ってました。バインダー応募券24枚に1冊の割合で、東京ヤクルトスワローズ2010トレーディングミニ色紙特製オリジナルバインダーを応募者全員にプレゼント。24枚一口。おお、何ドル。全部入ってるのかな。せーの、お、バレンティンの金サインですね。いいですね。山田も引きたいとこですね。せーの、あ、やっぱり1パックに1枚ついてるんですかね。後で見てみますね。で、お、直筆出ました。川端選手の直筆サインが出ました。シリアルが15分の1でした。ファーストナンバー。これは嬉しいですね。このローマ字の筆記体の、川端選手のサインは初めてなので、これは嬉しいですね。やったー。いいですね。券が入ってない。入ってました。そして、金サイン、廣岡選手ですね。これは嬉しいアイテムです。廣岡はいいですね。当てられて嬉しい。山田も欲しいです。1ボックスに6枚は金サインバージョンが入ってるようなので。お、坂口の通常版が出ました。まあ、13選手あって必ずその13人が出てくると、1ボックスで。そこがいいとこですね。じゃん。おお、寺島投手の金サインですね。嬉しい。
いいとこ出ましたね、今回ね。はいはいはい。せーの、じゃん。お、小川の金サイン。はい。よいしょ。せーの、ドン。あ、山田にサインはなかったです。残念。まだあと2パックありますよ。よいしょ。せーの。まずは、応募券と。せーの、じゃん。お、山崎選手ですね。金サインが入ってます。はい、ラストです。ラストは誰でしょうか。ドン。おう、奥村選手に金サインが入ってます。今日の試合はね、守備要員で使われたんですが、トンネルをしてしまって、今のところ今日の試合同点に追いつかれてしまってます。バッティングで取り返してほしいところです。奥村頑張れ。ということで以上になります。いい開封になりましたね。ありがとうございました。やったー。